おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことで今日も元気にサカツクやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さて本日何の話をしていくかと言いますと、キャプツバコラボ戦術バランスが来ましたが、この戦術バランスというものがですね、いかに脅威なのか、ただ脅威とはいえどういった弱点があるのかっていうところを整理してお伝えさせていただきながら、今回私が皆さんに一番お伝えしたかったこのアニメコラボっていうものについてね、ちょっと触れていけたらと思います。ってことで早速やっていきましょう。さあまず結論から言うと、私ですねアニメコラボ始めすごく懐疑的でした。サカツクって現実の世界の選手が使えてそれが楽しいんじゃないのみたいな、その実名でしょみたいな、それが面白いじゃんっていうところだったので、あの初めね生放送とかでもキャプツバコラボですって言われた時に、キャプツバが好きとか嫌いとか一旦置いておいてアニメコラボって感じだったんですよ。ただいざ実装されてみると私すごく楽しんでますし、あの運営さんのバランス調整めちゃめちゃお上手だったなと思います。あのバランス調整って戦術バランスのことじゃないですよ、このゲームバランスの調整のことです。ですごく個人的にはこのバランス調整力というかに感動しているので、ぜひねちょっとこの動画を撮ろうと思った次第です。でそもそもじゃあサカツクのこの戦術バランスっていうものがどういった強みがあるのかっていうことをお伝えしていくと、もう分かりやすく戦術じゃんけんに飲み込まれないっていうのはめちゃめちゃ大きいですよね。つまり始めたばかりの方にすごくおすすめできる戦術だと思うんです。どっかにないかな、戦術のこと書いてるとこないかな、なさそう。あのサカツクって結局始めたタイミングで中央突破のガチャとかが来ていて、それをある程度ねガチャ引いたりとかリセマラしたりとかしてうまくやったとしても、結局この画面右上に映している戦術対象に飲み込まれちゃうわけじゃないですか。頑張って中央突破のフォーメーションコンボ作ったのに、次のガチャとかでカウンターが強化されちゃうと、もうサイドアタックのガチャも引くしかなくなっちゃうわけですよね、残念ながら。ってことを考えると、新しく始めた方がなんていうのかな、その始めたタイミングでおそらく好きなチームとか好きな選手とかで始めていて、それを長く使って楽しめるかというと、なかなかそうじゃないっていうのが今までのサカツクのそのちょっと新規のハードルが高いっていう課題だったのかなと思ってます。一方戦術バランスに関しては、戦術相性の枠に組み込まれないので、戦術有利取れないとはいえ、きちんとこの戦術バランスさえ作れば、一でどのチームともちゃんと戦えるようになると思いますし、今回のガチャのラインナップに関してはそれを成し得る力があるだけの選手たちが来てると思ってます。総じて今回のこのアニメコラボ、キャパじゃないサカツクのカとキャプツバのプーが混ざってパンになっちゃいましたけど、キャプツバコラボのいいところとしては、新規で新しく入ってきたユーザーがすごく楽しみやすい地盤になったのかなは思います。極論来月のコラボ、来月のアニバでどんな戦術が来たとしても 100% その戦術に対して戦術不利にならないっていう、良くも悪くもじゃんけんなしのスマートな普通の戦いがずっとできるっていう意味ではいいと思うんですね。でその先で例えば、あそろそろなんか次のガチャ引いてみようかなって考えて、中央突破引くだとかサイド引くだとかっていう風に流れていっていただければ、そのリピートっていうかね、あの継続してプレイしてくれる人にもなっていくと思いますし、逆にこの段階で入ってきたけどなんか楽しくなかったなって人は離脱しちゃうと思うんですけど、一定その離脱するリスクを戦術のこのじゃんけんって意味では下げれるのかなと思いますし、今回やっぱりこの翼くんのこのバランス調整うまいなと思ったのが SS ですけど、これ貫突すると4000まで伸びて、ちょっと破格の数字になっちゃいますけど、レベル4の段階かな、限界突破4の段階で2000あるんですよ。それって今までの S と同じなんですよね。もちろん8つあるうちの2個なので、そこまで比率が大きくないとはいえ、限界突破そんなにしなくても翼くんで強くなりやすいキャラなんですよね。ということは新しく始めた方が比較的強いキャラを初めに持ちやすくなったわけです。これを戦術バランスでやったっていうのが私はすごくいいと思います。さっき言ったようにそのバランス戦術の強みとして、長く戦えるだとか、その今までのその監督がの相性を逸脱したところでプレイできるので、
行って楽しめるのかなと思いますし、私がもしも始めるんだったらこのタイミングで始めたいなと思います。これはキャプツバコラボとかアニメコラボ投稿ではなく、このサカツクのゲームの中におけるバランス戦術の魅力さっていうところでこのタイミングで始めたいなと思うわけです。でもうちょっとバランス戦術の強みを深掘りしていくと、この戦術対策指導だとか、このなんだ名称のディフェンス対策指導みたいな、この相手の戦術によって何か効果が変わる特徴を全部無視できちゃうんですよね。戦術指導アビリティの効果とかって戦術有利不利ないんで関係ないですし、名称のディフェンス対策指導で得意戦術ポゼッションのとかね、あの各監督の弱の有利が取れる戦術のディフェンス能力特大ダウンとかありますけど、ここから逸脱したところでプレーできるわけですよ。って考えると戦術得意度っていう概念からも一定外れたところでプレーしてるわけです。例えば今までってレベル8の監督に戦術得意度レベル9の監督で挑むと有利でしたし、自分が8の監督を使って相手がレベル9の監督の時って不利でしたよね。仮に戦術有利取ったとしてもディフェンス対策指導が発動しなかったりだとか、まあ、そういったなんていうのかな、監督の特徴をフルに活かせてなかったんですけど、今回の戦術バランスに関してはこういった枠組みから外れたところでね、さっきも言いましたけどプレイできるので、一定長くプレイできる。この後に戦術得意度レベル10の監督がすぐ来たとしてもそんなに大きなというか影響がほぼなく、そのままの能力を十分に発揮できると思います。だからこそ監督アビリティもね、オフェンス能力大アップだとか超特大アップだとか、すごくシンプルなものにまとまっているので、まあ、使いやすさもあるのかなと思います。ってことでですね、アニメコラボがもちろんね、あんまりポジティブじゃない意見が多かった、生放送とかもやばかったですし、私自身もそのね、初めポジティブではなかったんですが、その実装方法だとか、これをきっかけに今までそのなんていうのかな、アニメコラボとかがなかったからこそ、今までのサカツクでプレイを訴求できるユーザーって結構もう訴求し尽くしちゃったのかなと個人的に思っていて、それに対して新しくキャプツバとか、今後わかんないですけど B ブルーズだとか、 B ブルーズも終わった漫画ですけどなんか例えばアワシとかね、そういうものがあるのだとしたら、そのタイミングで今までとは違ったカスタマーが入ってきてくれると、結果ゲームの人口増えて、できるイベントが増えて、既存プレイヤーもハピハピっていう、そういう状況になるわけですよね。っていうバランス戦術の強みがありつつ、ゲームにとってもすごくポジティブな追加だったのかなと思うわけです。で、まあ、ちょっとここまで話してきた中で、まあ、バランス戦術がゲームにとっていいっていうのはなんとなく分かりましたよと、新規の参入が要因になるのもなんとなく分かりましたよ、でも強すぎませんって声がね、聞こえてくると思うんです。これはもうね、めちゃめちゃアグリーです。やべえ、なんか仕事の嫌な癖出ました。めちゃめちゃ同意です。すごくね、私もそう思います。強すぎる。ただ唯一この裏返しなんですけど、弱点として戦術有利が取れないわけですよね。これね、私は初めはいいですよ、新規で始めたばかりでまだ戦術が揃ってない段階はありがたいです。戦術有利が取れないというか、不利な状況がないっていうのはめちゃめちゃありがたいですが、ある程度長くやってきて戦術有利が取れる状況になると、正直今回厳しいと思います。ある程度長くやってるプレイヤーはもちろん SOCC のアウェイ戦に設定して、戦術有利を取られにくくして必ず勝ち点取れるようにするとか、勝ち点取れる確率上がるみたいな使い方もありますが、そうじゃなくて日々普通にプレイするのであれば戦術有利取るのが当たり前なので、まあ、そうじゃなくなってくると正直しんどいと思います。だからこそ私が初めに言った入り口にはすごくいいと思うんですね。不利になる状況がないので、初めストレスレスで遊べるっていう。ただ長く続けていくにあたって、多分戦術を揃えていった方が圧倒的に勝ちやすくなってくると。ここがやっぱり戦術バランスの弱点で、一生使えるものではない。かつここがやっぱりリピートカスタマーというか、既存ユーザーにもすごく刺さるところかなと思っていて、既存ユーザーってバランスが追加されたリスクって SOCC だけなんですよね。 SOCC のアウェイ戦以外では基本、まあアリーナで戦術バランスだと戦術より取れなくて勝ちにくいとかあるかもしれませんが、それ以外のとこって戦術有利がメインにで戦うのが今後もメインになるはずですし、まあ、分からないですが、毎月アニメコラボとかではないと想定すると、おそらく次のね
あの5月のアニバに関しても戦術が設定されてくるはずですし、今後そういったものがあるのであれば再び戦術じゃんけんの世界に戻っていくわけですよね。で考えると、まあ、そこに入れない、そこで有利が取れないっていうところが、まあ、表裏一体の弱みなのかなというところで思います。まあ総じてですね、あの戦術有利不利がないっていうところで、まあ一個ね良さも悪さもありつつ、まあこの新しくプレイ始める方々がストレスなくね、まず不利な状況にならないっていうところ、そしてあの長くやっている人たちからしてみたら、まあ言っても戦術有利を取れないっていうところ、それぞれの強みと弱みの良さっていうところが既存と新規にある程度うまい形で刺さるのかなというところでですね、私はすごくいいコラボだなと思いました。はい、最後感想になっちゃってましたけど、またね戦術バランスが来ることもあるのかなとも思いますが、まあずっとこれになるってことはね、まず間違いなくないと思いますので、まあまた違った目線とかね、違った楽しみができると思ってね、この戦術バランス、そしてこのキャップツバコラボっていうものも一緒に引き続き楽しんでいただけたら嬉しいですってことで、本日の動画ここまでにいたします。ご視聴誠にありがとうございました。皆様の良きゲームライフに乗ってます、豆腐でした。バイバイ。